G1 となれば個人戦、まあ、鬼殺しも出したし、もう何年も何、もうずっとやってなかったんで。はい、矢野徹の YouTube。はい、というわけで、新日本プレスの矢野徹です。本日はですね、7月23日にやった、岡田和親戦を振り返っていこうと思います。というわけで、矢野徹プロデュース、始まるよ。はい、というわけでですね、岡田和親戦だったんですけれども、まあ、惜しくもというかね、まあ、負けてしまいました。なかなかね、今の岡田和親を、まあ、倒すのもそうだし、切り崩すのっていうのはなかなか大変だったなっていうのは、まあ、一つの印象ですね。その前の前哨戦のね、仙台から、ね、自分の中に眠っている怖い要素を呼び起こして、試合に臨もうなんてことをまあ考えていて、まあ、同門対決というか、まあ、こう、同じケースとして戦ってはいるんですけど、その中でもね、まあ G1 となれば個人戦、ね、であるというところもありますしね。まあそういった面からね、岡田戦で勝てばだいぶ、まあ周りモンスターだらけではあるんですけど、岡田もモンスターですけどね。もう岡田はなんかまあ、でかさもでかいし、体力的なお化けでもあるし、本人は超人とか言ってますけど、まあ超人ですね、確かにね。まあそこをね、崩していくためには、自分のいろんな、まあこの今年20周年ですけどね。20年間の中であったいろんなものを呼び起こして、なんて思って、まあ、臨みましたね。で、まあ、仙台大会もそういう気持ちで、少し火をつけるようなね、気持ちでいたという感じですかね。で、まあ、当日迎えて、試合としてはね、怒りの部分とかね、非常な部分とか、怖い部分というか、もともとね、どんなにお茶目してようが、根底のどっかにはね、あれがいるんですよね。怖い時の自分っていうのは、まあね、半分忘れちゃうところもあるんですけど、本店にはどっかにいて、で、まあそういう部分を出して、多分岡田はね、機動力とかスピードがあるんで、スピード生かしてやろうっていうのがあったんでね、椅子に激突させたところがあったと思うんですけど、あそこでね、結構ね、実は、まあ作戦通りというか、これいけんじゃねえかなって思っていたんですよね。試合を続けていって、まあ鬼殺しも出したし、お茶目ね。まあ、最近で言うとお茶目。本当は悪いことなんですけどね。そこはね、ちょっと阻止されてしまったっていうのもあるんですけど、まあ、日大も変わるから俺も変わるって言って、そっちに変わるんかいっていうね、後ろからね、タックル入ってみたりとか、ちょっとね、追い込む場面もあったと思うんですけど、試合前ちょっとね、酒も煽りながら行ったりもしたんですけどね、その日は、大田区なんで、まあ、都内だから、自家用車で行ってもいいんですけど、もうその日はもう酒飲んで試合してやろうと思ったんで、タクシーで行ってね。タクシーで帰ったんですけど、昔を、まあ思い出すっていうのもまた違うんですけど、呼び起こすって感じですかね。自分の、過去に持ってた自分の感じですよね。それを呼び起こし勝ってやろうと思って、まあ、呼び起こしたんですけど、勝つことには至らず、結果的には岡田の強さをまざまざとね、見せつけられたというか感じさせられたというか、まあそういったところですかね。最後のね、もうマネークリップは、普通の状態のマネークリップであれば、まあかなりきついんですけど、ギリ耐えれるかなっていうね、部分もあるんですけど、最終的にあれですね、寝かされてしまうというか、もううつ伏せにさせられてしまったら全く逃げようなかったんで、ダメだこれやって感じだったんですけど、もうね、そっからはまあ普段の私というか、普段の矢野徹というか、そこに戻ったなってみんな言ってましたけど、やってみて感想としては、やっぱり強かったなっていうのがある一番ですかね。まあでも今後だからね、本当ね、この A ブロックっていうのは、トム・ローラーにしてもね、UFC でも相当活躍してるんで、そういう意味ではモンスターだし、ファレーは言わずもがな、ランス・アーチャーも言わずもがな、ジェフ・コブも言わずもがな、もうそんなのばっかなんで、20年間の自分のこのプロレス人生をかけて、どういうものを出したりとか、どういうものでこう相手を惑わせたりとか、そういうことばっかを考えてるんですけど、まあそうは言っててもですね、また明日、明後日も明後日ですね、バッドラック・ファレ戦もありますし、止まってはいられないので、でもね、岡田和親戦で非常にいいきっかけというか、ね、自分の普段は見せない一面を見せたりとか、あとまあ引き出しとしてはね、あるわけだから、もともと全然持ってるものではあるんで、そういうものをこう思い起こさせたりとかさせてもらって、もしかしたらなんかちょっといいきっかけをね、もらったんじゃないかななんても思っております。はい。というわけでですね。まあでもね、試合が終わった後には、岡田ともね、普通に仲直りってわけじゃないんですけど、まあもともと別にいがみ合ってとかじゃないですけどね、そこはプロレスラーとして、個人闘争っていうんですかね、としての中で、僕と岡田が G1 で戦うことになった。というだけの話なんですよね。シングルマッチで純粋にやるっていうのはもう何年もずっとやってなかったんで、改めてね、その岡田和親の凄さも見せつけられたし、自分のね、中の内に秘めたるものを出して、追い込んだ場面もね、少なからずあったと思うんで、ちょっとそれを活かしてね、今後のその G1 クライマックス戦い抜く上での、武器にしつつ、モンスター攻略をしていきたいと思います。というわけで今日はこの辺で終わりたいと思います。
と言いたいところですが、今君たちにできることはチャンネル登録、そしてふるさと納税をしてコラボ T シャツというわけで、コラボ T シャツもチャンネル登録もよろしくお願いしますというわけで、さようなら。はい、矢野徹。